本日は白楽駅より徒歩2分、直角橋商店街、ふれあい通り沿いにあります、うさぎの耳のママさんに、お話を伺いました。パンデミック後の久々の募集となりますが、今回は、どのような方にしていただきたいですか？明るい方を募集しております。お酒は飲めても飲めなくても、どちらでも大丈夫です。年齢を問わずです。一緒に働いてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。現在、お店で活躍されているスタッフは、どのような方になりますでしょうか？はい、今はスタッフ3名に助けていただいております。30代が1名、40代の方が2名、40代の方のお二人はもう3年目になります。居心地がいいお店だと思います。今回は欠員ではなくて、増員の募集です。ありがとうございます。ところで、こちらのお店は今年で何年になりますか？また、常連様はどのような方々になりますか？当店は営業22年目になります。お客様は地元の方が多いですね。30代から60代と幅広いです。そしてイケメン揃いです。皆さん面白い方です。一緒に楽しくお仕事できるかと思いますので、よろしくお願いします。では最後に、この動画を見ていただいてます皆様に、ママさんより一言お願いいたします。どうぞ。応募お待ちしております。一緒に楽しくお仕事して稼ぎましょうね。こちらのうさぎの耳のママさんに親近感を持たれた皆様、ぜひお店の応援、ママさんのお手伝いをお願いいたします。